日本ボクシング史上最高傑作と称され、アメリカリング誌が選定するパウンド・フォー・パウンドランキングでも1位に輝いた経歴を持つモンスター井上尚弥選手、先日スーパーバンタム級2団体王者となり、早くも新階級で存在感を放つ彼ですが、現在1つ上のフェザー級にて井上尚弥争奪戦が勃発していることはご存知でしょうか。というわけで、今回はモンスターの今後をめぐるフェザー級ボクサーたちの場外乱闘についてピックアップしていきます。最後までついてきてくださいね。現在フェザー級では各主要4団体に1人ずつ王者が存在しています。そのうちの一角を担っている IBF 世界フェザー級王者であるルイス・アルベルト・ロペス選手が先日モンスターの新たな資格に名乗りを上げました。メキシコのボクシング専門メディアイスキエルドは、井上尚弥を待ち受けるロペス、すでに井上の欠点を見抜くと題する記事を掲載。ルイス・ベナド・ロペスは大きな挑戦を望んでおり、井上尚弥を126ポンドで待ち受けていると報じました。同メディアは、日本の怪物井上は対戦相手を粉砕し階級を制覇することで偉大なキャリアを固めてきた。ライトフライ級、スーパーフライ級、4団体を制覇したバンタム級、そしてスーパーバンタム級、WBC&WBO 統一王者である彼は、今年中に122ポンド級の4つのベルトを全て保持し、その後に他の階級に上がる可能性もあるとした上で、ロペス選手の以下のコメントを伝えています。井上は伝説的なファイター、彼との試合は素晴らしいものになるだろうし、もし実現すればとても楽しみだ。でも私は強くてタフだし、パンチの打ち方も知っている。だからもし井上がフェザー級に上がったら、私はいつでも彼を待っている。さらに同メディアは、井上の資質に議論の余地はなく、特にそのパンチ力は彼のパフォーマンスで証明されているが、ベナドはこの日本人の欠点を見つけたとし、ロペス選手が、彼はタフで前に出るし、ハードヒットもするし、コンビネーションの入れ方も知っている、しかし彼には足がないと語ったことを報じました。また9月15日にジョエ・ゴンザレス選手との防衛戦を控えている中、アメリカ専門メディアボクシングシーンは、ロペスはゴンザレス戦後に井上戦を望むとの記事を掲載。ロペスのマネージャーを務めるヘクター・フェルナンデス氏が、ゴンザレスの後井上をフェザー級で歓迎したいと思っていると語ったことを伝えました。一方フェザー級では WBO 王者であるロベイシー・ラミレス選手も井上選手の将来の対戦候補として浮上している状況。彼自身も、井上がフェザー級に階級を上げてきて、チャンスがあればぜひやりたい、いい試合になると思う、私のキャリアのプラスになるし、ファンのためにもなると前向きな姿勢を示しています。そんな中、フェルナンデス氏は、ロベイシーは上手い選手だが売れない、金を稼ぎ高い視聴率が取れる、唯一の試合はロペスとの対戦だ、井上となら我々はタイトルをかけてもいいと力説、モンスターに向けて対戦のメリットをもうアピールしたのです。このフェルナンデス氏のコメントに対し、怒りをあらわにしたのは売れないと酷評されたラミレス選手本人でした。キューバメディアプレーオフマガジンは、ロベイシがロペスに反応、チャンピオンの言い訳はお粗末だと題する記事を掲載。両者は以前に SNS や発言を通じて王座統一戦を示唆する言葉を交わしていたが、最近メキシコ人は考えを変えた。ロベイシとロペスは統一戦に向かうと見られていたが、このオプションは破棄されたようだとロペスの心変わりを指摘。その上で、この発言に対しキューバ人のロベイシは黙っておらず、自身の SNS で、チャンピオンがこんな下手な言い訳をするとは思わなかった、俺は世界最高のフェザー級選手で誰とでも戦うと反論したと、ラミレス選手の怒りを報道しました。このことからわかるように、井上選手が1階級上の王者たちにも大きな影響を及ぼしていることは間違いないでしょう。さらに最近になって、フェザー級には元世界2階級制覇王者の亀田智樹選手も参戦を表明。本人はスーパーバンタム級の王座挑戦権を持って2年以上経っているんで、このままずっとこの階級によってもチャンスがあるかとちょっと難しい、だからチームとも話し合って1階級上げてフェザー級で挑戦して、もう1回亀田家の力を合わせて3階級制覇に向けて頑張っていこうと思う。自分ももう32歳なので最終章に入ってきている、悔いのないように1試合1試合全力で戦ってお客さんを喜ばせたい、もう一度世界チャンピオンに返り咲きたいと昇級する理由を説明。そしてすでに兄の好奇心が開く最高ファイトに出場し、研究初戦を行う計画を立てているといいます。加えて井上選手との対決についても次のようにコメント。やっぱり自分だってボクサー、強い選手と戦いたいっていうのは気持ちとして一番ある。自分がすることはこのフェザー級でまず次の試合を勝って世界ランキングに入って来年中に世界チャンピオンになるということ。
そこで井上チャンピオンも上がってきて、そのタイミングが合えば、そういう試合ができたら、やっぱり日本も絶対盛り上がると思う。ここでそういう日本人対決っていうの、やっていけば、小さい子供たちもボクシングしたいな、とか、こういう選手になりたいな、っていう風になってくると思うんで、なんかやっぱ、そういうカードをどんどん実現していけたらいいかなと思っている。そして先日、ボクシングイベント、最高ファイトの会見に、このイベントのファウンダーである高木氏、所属ジムの金平圭一郎会長と共に登場した友木選手。そこでスーパーバンタム級から階級を上げ、フェザー級で3階級制覇を目指すと改めて宣言しました。彼は2021年12月に WBA 世界スーパーバンタム級5位として、ヨンフレス・パレホ選手と同級王座次期挑戦者決定戦に臨み勝利。しかし世界戦のチャンスに恵まれず、その期間に体格も大きくなったこともあり、階級変更を決断したといいます。今年4月には同王座を奪取したマーロン・タパレス選手の陣営、高木氏が300万ドルを提示し交渉を開始したという亀田陣営。おお、グッドと言っていたんですけどね、と高木氏はコメントしましたが、交渉は進展せずじまい。金平会長は5月に WBA からタパレスとの対戦を承認されたが、1日で終わったと話し、釈然としないと不満を漏らしました。また亀田陣営は室ジョン・アフマダリエフ選手と交渉のためメールをしたそうですが、金平会長はいつまでも返事がないと進展しなかったといいます。世界戦が組まれなかったことに友木選手は、今回の件はものすごく辛い気持ちでいっぱいです。全てのボクサーが世界王者になるために毎日汗水垂らして頑張っていて、それは自分も同じです。この1年ルールに沿って挑戦権も取って権利も獲得し、 WBA の1位までたどり着いた中でこういうことがあったのでと振り返り、それでもすでに気持ちは切り替わっているとして、こういうのも全て経験かなと、誰にもできないことが経験できたので未来の自分の経験になると思いますとポジティブな姿勢を見せました。フェザー級への転向は2年前から決めていたと話し、当時井上チャンピオンがスーパーバンタムに上げてくると聞いて、 1% でも脳性あるならと思って待っていた。ただそれも難しくない、体格的にもきついので、フェザー級で世界3階級制覇、亀だけ8本目のベルト取りに行きたいと思いますと告白。フルトン戦を制した井上選手は、現在タパレス選手との4団体統一戦が決定間近、さらにその偉業達成後はフェザー級に転向しての5階級制覇を目指すことも示唆したばかりですよね。これを受けて友木選手は、ボクサーみんなが井上チャンピオンと対戦したいと思っているでしょう、その階級のトップと試合をして今の自分が通用するのかどうかと対戦に意欲、しかしフェザー級王者として迎え撃ちたいかとの問いには、まだそこまで言える立場ではないですけど、フェザーで今いる4人の王者とどこでも戦いたいですと話すに留めました。それでも高木氏は、次にタパレスとやって統一したらフェザー級に上げると明言しているし、そう遠くないと思う。その時に友木がチャンピオンであれば実現しないこともない、そうなれば日本中が盛り上がるのかなと、それが決まれば夢のカードで面白いんじゃないですかと期待を込めます。そのための王座奪取プランも出来上がりつつあるようで、最高ファイト関係者は、あるフェザー級世界王者の陣営とすでに交渉に入っていることを告白、さらに来年うちとして過去最大規模の大会をする方向で調整しているんです、この試合もそこでの世界戦を目指しているところです、世界に挑むにふさわしい土俵を用意してみせますよと意気込んでいます。現在フェザー級では WBA 5位の友木選手、ボクシング人生も残り少ない、チャンスがあるならどの団体でもいいと思っている、残りのボクシング人生友木はトレーニングだけに集中してほしいと言ってくれた、次の興行があるので出ようと決めたと再出発を図っています。亀岳では父である白石がトレーナーライセンスを再交付されたばかり、時系の大樹氏はボクシングジム会長を務めています。高木氏は2年前はプロモーターとして経験も実力も不足していて、友木にふさわしい場を用意することが難しかった、今は多少とも経験を積んだ最高の舞台を用意してやりたい、家族がそれぞれの立場で真剣に頑張っています、この業界を盛り上げていければと語りました。また以前金平会長は、井上選手はフェザー級で初めて階級の壁というものを感じると思いますと指摘していたことがあります。その理由として、井上選手はライトフライ級から上げてきますので、ナチュラルなフェザー級選手との体格差が生じるでしょう。フェザー級はライト級、ウェルター級の入り口となる階級で、昔から強豪王者が存在します。井上選手がフェザー級で世界王座を獲得することは十分可能だと思いますが、これまでのようにこの階級のレジェンド的な王者になるには、さらなるレベルアップが求められるでしょうと説明していました。金平会長はさらに具体的な内容を挙げながら展望を次のように予測しました。フェザー級に挙げた場合、
スピード、テクニックは10分通じると思いますが、今まで通じていたパンチが効かないというケースが出てくると思います。そこでどうするか、これまでとは異なった攻略法が求められます。井上選手の引き出しの多さを考えれば、必ずレベルアップした姿を見せてくれると思いますし、井上選手が階級の壁を乗り越えた時、新たな景色が見えてくるのではないでしょうか。早くもフェザー級ボクサーたちから対戦を熱望される。モテモテの井上選手、ここまで紹介した3選手以外にも、 WBC 世界暫定フェザー級王者のブランドン・フィゲロア選手や、元 WBC 世界フェザー級王者のゲイリー・ラッセル・ジュニア選手からも対戦を心待ちにしているといいます。フィゲロア選手はアメリカの YouTube チャンネル210ボクシングテレビに出演し、もし将来井上がフェザー級に上げてきたらの質問に対して、こうように断言しました。そのことがすでにファンの間で話題になっていることは分かっている。井上 VS フルトンの前から、井上と私の試合が素晴らしい戦いになるだろうと言われ始めていて、私もその意見に賛成だ。私はどんな試合であっても毎回戦いに向かっていくので、井上との試合は素晴らしいものになる。正直に言って、ベストの中のベストの選手と戦えれば嬉しい。またフィゲロア選手は、井上 VS フルトンについて、素晴らしい戦いだった。井上が実力を見せて、ただ素晴らしかった。井上は、なぜパウンド4パウンドの一人であるのか、なぜ最も多く注目されるべきなのかを示した。特に軽量級で才能あふれる選手が世界中にいることをボクシングファンが認識し始めている中で、あのようなボクシングを日本のリングから披露したことは素晴らしいこと、大きなことをやり遂げたのはすごいことだと思う、とコメント。井上選手の衝撃 TKO 勝利を称え、さらに次のようにモンスターを称賛します。井上は選手を倒すために必要だと私が思っているものを全て持っている。機敏さ、スピード、力強さと、彼は必要なものを持っている。フルトンはこの国を離れて王座を防衛しようとしたが、ベストな選手が勝ったということだ。フィゲロア選手はこの試合を戦前から、フルトンに井上はひどすぎる相手だろうと感じていた。そうで、プレッシャー、パワーの面だけでなく、井上は全てにおいて正確だった。理想のポジションをキープしてパンチをうまく当てていた。見てわかるように彼は踏み込んでいったと分析しました。さらにインタビュアーから、あなたなら何ができたか、井上のパンチにどう対応したかと質問されると、それはリングに上がるまではわからない。今のところ私の顎は強いし、良いパンチも打てる。それを生かしてアグレッシブに行く。井上もとてもアグレッシブだから、試合は攻撃的なものになる。ラウンドを通して彼を攻撃するが、同時に井上が素晴らしいファイターであることもわかっている。本当に彼のパンチには気をつけなければならないと、すでに井上戦を想定し、壮絶な打ち合いを覚悟していると言います。また私はどのような選手との試合でも、相手の顔面に隙が生まれれば無数のパンチを放っていく。私は戦いを見せたい。それこそが私が練習を積み試合をしたい理由で、井上との試合はメガファイトになると感じている。私のファンはとても興奮するだろうし、私は彼と戦って驚かせることができる。それがファンの目にしたいことでもあると、モンスター討伐に自信を見せています。またアメリカメディア、ボクシングシーンはゲイリー・ラッセルが井上との対戦に興味を持っている。彼は極めて熱心なボクシングの観戦家というわけではないが、なお刃の上に注意を向けている自分に気がついた。殺傷能力とハンドスピード、容赦ない攻撃性により、ラッセルはファンを作ってきた。普段は厳しい批評家の彼でさえ、井上の特別な才能は認めざるを得ないと報道しました。同メディアは井上選手とラッセル選手の対戦実現について、報酬の最後に十分な数のゼロがつけられるのであれば、ラッセルは喜んで同意するだろうとの見解を示しました。当のラッセル選手は、彼は本物だと井上選手を高く評価した上で、正しい額の金が払われれば、そうだ、彼は俺が戦ってみたい相手だと不敵に語ったといいます。さらに同メディアは、井上ほど優れた選手との対戦を考えるだけでラッセルの身の毛はよだつようだ。35歳の彼は当初キャリアのこの段階では階級を上げることが必要だと明かしていた。126ポンドでの滞在を眺めることは簡単ではないものの、得られるファイトマネーが十分であればラッセルは黙認するだろうと続けていました。さらにラッセル選手は以前のインタビューで井上選手を次のように評価しています。強い選手だね、本当にいいボクサーだと思う。井上は本当に強く、パワーは飛び抜けている。彼は自分がパワフルであることを知っている。自分にやり遂げられるのかどうかを疑っている選手と、自分の力を信じている選手の間には大きな違いがある。自分のパワーを知っている選手は別次元の自信を持っている。井上に勝つにはまずその自信を打ち砕かなければならないだろう。加えて先日敗れたフルトン選手もフェザー級で井上選手との再戦を狙うプランを示唆。すでに WBO フェザー級5位にランクインしているフルトン選手は、もしも願いが叶うならチーム井上が
近い将来書かれが予定しているもの、達成した後に再選の機会をくれることを望みたいと主張し、より強く、より良く、よりスマートになって戻ってくる彼に対して名誉挽回する、機会が待ちきれないとしました。これには一部懐疑的な意見が集まる中、ファンからは激励のメッセージも寄せられ、フェザー級で王座を獲得して井上が階級を上げた時に再び対戦する機会を待てばいい、階級を上げてベルト一つか二つ得るんだ、彼が階級を上げたら再戦が実現する、幸運を祈るなどとエールを受け取ると、フルトン選手はそれは俺の計画だと返信していました。当の本人である井上選手はタパレス戦に向けてすでにスパーリングを開始、 SNS で井上選手はそろそろ本格的にスパーリングも開始して12月に向けて整えますかと躍動感あふれるスパーリング写真をアップ、そこには生き生きとした様子が映し出されていました。ファンからは次戦楽しみすぎます、スーパーバンタムでも4団体統一してくださいと多くの返信が寄せられていました。タパレス選手の映像はすでに確認済みのようで、イメージはカシメロのようなゴリゴリのファイターかなという感じだったけど全然違うなと、わりかし柔軟性があり上半身の使い方がうまい、ディフェンス面がいいと思ったので、もしかしたらフルトンより怖いかもしれないですねと分析。ジムワークではミット打ちの相手を務める太田光明トレーナーにタパレス選手に似せた動きをしてもらっているといいます。思っていたよりもいいボクサーと感じたので楽しみと意欲を示しました。またモンスターはタパレス専門のターゲットとしてジョン・ミール、カシメロ選手、ルイス・ネリ選手、そしてアフマダリエフ選手をピックアップ。ネリ、カシメロはスーパーバンタム級にいる限り今のトップ戦線の選手を見ると避けられないところなのかなと思う、この4選手をクリアしたら自信を持ってフェザー級へ行けるかなと話し、フェザー級寄りの体格だったフルトンとの試合で少しでも不安を感じていたらフェザー級は考えなかったと思うけど、あの試合では1ミリも感じなかった、自分の限界がまだここじゃないなと思った、でもフルトンはハードパンチャーではないのでフェザー級のハードパンチャーはもっとヤバいやつがいると思うと目を輝かせたといいます。日本人初の5階級制覇に向けて期待は膨らむばかりですね。いかがだったでしょうか。今回はモンスターの今後をめぐりフェザー級ボクサーたちによる井上尚弥争奪戦についてご紹介してきました。すでに多くのフェザー級ボクサーから対戦要求を受けている井上選手、モンスターの強さは階級を超越していると言えそうですよね。皆さんはどのフェザー級ボクサーとの対戦を観戦したいでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう1本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。